投げる本人も予測できない変化をするナックルボール。この魔球を武器にプロの門を叩いた2021年育成ドラフト4位坂田礼。課題克服へ日々練習を続ける坂田に強力な助っ人が現れた。2007年にカープでプレー、ナックルボールで広島を沸かせたジャレッド・フェルナンデスさんの臨時投手コーチ就任。To reach down into your heart and your mind and know I belong, my knuckleball's good, I'm here to stay, my goal is the big leagues and to win a championship.